Hi, everybody. This is Kazu Ikawa. I may sound like I'm talking to you right now, but actually, I'm just talking to myself. And can you tell the difference? Hello there. 始まりました。もてつチャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとして、なんとですね、アメリカとつないでですね、英語などのですね、カツさんにお越しいただきました。How's it going, everybody? This is Kazu Ikawa. Ueka と申します。アメリカ・バージニア州在住で、これ外アメリカです。英語などという本の著者でですね、こういう本で、聞き取りと英語の発音に聞くということで、If you practice with this book, you can really speak like this. このちょっと喉の奥の方からね。この発音のやっぱり違いっていうのはですね、やっぱり聞いていただいて多分分かると思うんですけど、そうですね。ちょっとそうですね。どういった感じでコツみたいなのをちょっと聞いていければいいんじゃないかなと思ってですね。ちょっとその英語などのですね、やり方みたいな。楽にね、してたらまあなんとなくこうネイティブっぽくなるっていうのは基本なんですけどね。If you relax yourself, なんかダランとして。If I talk, なんか逆になってる人が多いんですね。英語を喋ろうとしたら頑張りすぎちゃうみたいなね。I speak English みたいな感じになっちゃうんですけどね。でも、だら、I speak English like this というふうになれば、ね、日本語も英語も響きのいい声になりますね。そうですね、響きがすごく、本当にだらーんとした感じの声だと思うんですけども、どうですか、どの辺から音を出すとか、そういう感覚で。想像するぐらい深いところですね、首の根元からね。首の根元からだと、ね。そしたら、なんか、日本、外国人が喋る日本語の真似もできますね。こんな感じで、できるだけこの奥で喋ってくださいみたいな。そうなんですね、これね。すごい、ぜひぜひやってみてくださいね。なんか声の高さだと勘違いする人もね、そうじゃないんですもんね。声が高くても、喉の奥のからね、出すことができますよね。そうなんですよ。だからなんか声を低くすればいいって結構勘違いしてる人が多いんですけど、そうじゃないっていう。そうです。スピーキングとかリスニングで、なんかこう、すごい進歩したなとか、ブレイクスルーがあったなみたいなのって、なんかあります。喋り出したらものすごい緊張してました、ね、当時は。でもそれね、克服できたんです。サイコロジカルバリアですかね。サイコロジカルバリア。まさにサイコロジカルってね、アメリカ人ってうなずいたりしないんですよ。うんうんとかって言わないんです。シーッとして聞くんです、人の話を。でそれに気づかずに、なんか喋ってるうちに、ね、日本人としてはね、シーンとしすぎてて、あれ聞いてないんじゃないかとか、あらなんか全然面白くないのかなとかと思ってしまうんですけども、実はシーンとして聞くのがデフォなの。だからこっちとしては気にせずに、もうなんか相手に向かって喋ってるんだけど、独り言を言ってる感じで喋るようにしたんですよ。もうこれ5年ぐらい前の話なんです、実はね。今日は自分の今勤めてる会社の中にスピーチクラブがありまして、トーストマスターってご存知ですか？はい、テマさんとかもやってますね。それで僕10回スピーチをしてね、7回やってもまだ緊張するんですよ。で8回やっても緊張してるんで、なんで緊張するのかなと思ったらね、でも最初はいいんですよ。喋り始めた時に Hi guys, how's it going out? Today I'm gonna talk about でやってるうちに、なんかこうあまりにもまあシーンとしてるから緊張しだして、でもある時、あ、アメリカ人ってこのうなずきとかしないんだなということで、それでそのまあ、あれで独り言を言うように英語喋るんです、ね。おー、なるほど、うん。例えば今やりますよ、森津さんに。はい、I may sound like I'm talking to you right now, but actually I'm just talking to myself. And can you tell the difference?、ね、今、喋ってる。でもそういうふうに自分に言ってるんです、うん。そしたらね、緊張しない。だって日本語だって独り言言うときに緊張する人いないですよね。確かにそうですね。だから日本語でも使いますよ。でね、それで気づいたのはね、日本語だったら独り言の日本語と独り言のない日本語って違うでしょ。なんか今何時かなーがね、独り言、すいません今何時ですかが人に言うとき、でも英語では全く同じなんですよね。 What time is it? ちょっと What time is it? 表現が全く同じで、まあこれだったら簡単に実践できますもんね。そうですよね。だから前からよくなんか独り言で勉強したらいいよっていう人が多いじゃないですか。はい、なんか、アツさんっていうね、英語をされてる方も、独り言がいい、独り言がいいって言ってたんですけど、
僕もそう思うのと、違う観点から見て、本当に独り言って英語では独り言だろうかどうじゃなかろうか同じなんですよ。そうですね、僕もあのシャワー浴びながらやってました。あ、そうですか。シャワー浴びながら自分で今日あったこととかっていうのを言うっていうのをやってました。やっぱりね、その独り言っていうのはやると、僕これ英語の漢2で書いてるので、皆さんで Kindle 本でゲットしていただきたいなと思うんですけどね、英語っていうのは日本語を英語に訳そうとしたらダメなんですよね、あれね。じゃなくてイメージとか現実を見た通りを英語に訳したらいいんですけどね。1の方はですね、ザとかあの使い方、漢詞ですね。これがね、なかなか受け取りまして、はい、おいおいおい、1の方ちょっとだけ言いますと、はい、一番あの例えばザの使い方ってね、普通ザ・ペンって言ったら、ザは定冠詞でペンは名詞って教えると思うんですけど、ザが名詞だって言ってるんです。すごい。ザが名詞でペンが形容詞って。おー、すごい。例えばですね、あの妻がアメリカ人なんですけども、はいはいはい、よくね、ザで止めるんですよ、文章。例えば、Waste で止まっちゃうんですよ、そこで。ありますね、あります。あれどこにあるみたいなね。はははで、後で思い出してペンで。アメリカに生活し始めるきっかけみたいなのはやっぱりどういう感じだったの？アメリカはですね、大学院でね、勉強したいっていう気持ちで来たんですけどね。あの日本は、英文科だったんですよ、同世代で。それで、今日、学校の先生になりまして、大阪で、当時の名前が大阪貿易学院高校、今は海明高校っていうね、京橋にあるんですけど、ね、大阪で、まあ、教育のあれやってたんで、社会学的なことを勉強したなと思ってきました、アメリカに。そして来てみたらね、社会学っていうのは難しい話をするんじゃなくて、もっとこう統計分析とかね、データ分析をするっていうことだったんですよ。それで、あのなんかそういうことをやってるうちに、統計学とかデータプログラミングみたいなことをしだしてるので、あの今コンサル会社にいまして、なんかデータ分析してますね。ですね、僕もあの東大の院にいた頃は、そのアカデミックライティングのクラスがそのソシオロジーのやつだったんですね。もう統計ばっかりで死にそうでした。一つにはね、やっぱりあの実証したいっていうから数字で示したいっていうのがあるんですよね。なんかこう効果を測りたいとかね、税金を使うんだからその効果を示しなさいっていうね、あの決まりがあって、だからコンサル会社が競って、なんかそういうなんか政府が投資して特別な教育プログラムをするときなんかに僕らが借り出されるみたいな感じなんですけどね。教育関係のコンサルタントですね。はい、まあ、会社自体はいろんなことやってるんですけど、僕のグループは大体教育関係で、ミネソタの方のなんかこう貧しい子たちにも高校大学に行かせようみたいなプログラムがあるんですよ。で、その人たち、そのプログラムをしたら、実際にその子どもたちが本当に大学に行くのかっていうのを、実際にその教育、そういう特別なのを受けた子たちと受けてない子たちを2つのグループに分けてみたいな、それでなんかこう進学率を比べるとか、そういうのをやってます。シカゴ大学に行ったんですけども、なんか人がよくしてくれたっていうか、中国人とか韓国人とかアメリカ人もなんか友達みたいな感じでしたね。よかったですよ。だって社会学で20人ぐらいだったので、なんかお友達感覚みたいな感じで、でなんか同級生の集まりみたいな感じ、コホットっていう単語あるじゃないですか、コホート、ね、クイズインをコホートみたいな感じで、なんかこうちっちゃい20人のコホートでみんな仲良しみたいな感じだったんですよ。大学院とかは大きいし、ね、シカゴの街も大きいけども、なんか自分の居場所みたいな感じでよかったです。英語で苦労したこととかありましたね、最初。やっぱり読むスピードがね、アメリカ人の人と比べると遅いですので、だからなんか10週間のこうシカゴ大学で始まったっていうね、クォーターシステムってご存知ですか、クォーターシステム。はい、クォーターですね、はい、僕もあの留学中やってました。はい、クォーターでやってました。はい、クォーターっていうのは10週間しかなくて、それがなんかシカゴ大学から始まったらしいんですよね。4週間目までに出せって言ったら、僕なんか日本人だからもうその日からこう取り組む、トムクルムみたいなね、その先でもうなんかアメリカ人の友達はそれの締め切りの前の日でもまだ書いてないとかって言ってる人がいて、余裕だなとか、でも別に成績は良かったですしね。だから準備が大変でしたね。そうですね、僕も留学中死ぬほど読むの大変でしたね、辛かったですね。
ですね、こういった形でアメリカからつないでですね、アメリカと日本でつないで初めてやってみましたけど、こういった形で、ぜひぜひね、カズさんのチャンネルの方で僕も喋ってますし、ぜひぜひ見てください。はい、本日はですね、カズにおですね、英語などのキャズさんにおっていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.